を知ったんですけど、3月にこっち来た時に2つ話をしたんです。企画監督は聞いたと思いますけども、その一つの話をした最中に実は起きたことである。ただそれとは絡みは関係ないと思うんですが、まあ、彼がですね、今あの祖母の家の隣の今の祖母の家の2階間に引っ越してきたんです。引っ越してきた直後にあのちょっと声かけて、ちょっと来てくれる、なんか引っ越して、まあ、そのしばらく経ってから気づかなかったんだけど、ちょっとテレビ見ようと思ってゴロッと横になっててね、天井の方を見てみたらね、なんか変なものが浮かび上がってるんだよ。でさ、ちょっとこれ見てくれ、これ何見えるって言ってですね、指差したものがですね、見ました、これなんですよ。天井の角なんですか？角ありえないよな。ありえないな。橋だよ、しかもこれ。危のままに見て。すごいですよ、見てるんですよ、これ。すごいですよ。天井だ、天井。天井っていうの、効果がね。
でも多分評価してます。多分この、あ、ビルダーするんだけど、ちょっと話しましょうか。この前ビルダーまたプラスするから話してあげてよ。じゃあちょっと、経験者が俺が寝てる。まあそんな関係ない話なんですけど、まあ今日時間が。匂い吐くなよ。浴びそうなんで話しましょう。洗ってあるから。多分聞いたらこの話かっていうふうになる人もいると思うんですが、3年前の話です。で、さっき言った、その、いとこと稲川さんのライブに行った時の話なんですね。きっかけは。津市の音玉というライブ、ライブハウスというか、夏ぐらいだけなんかこう小屋を作って、そこでライブなんかをやるイベントの一環として、稲川さんが小さくてライブをやるっていう。だから、もう浜辺にスタジオを作って、そこでやる。海の音が聞こえたんですよ。ああ、そうです、ね。で、しかも、そこ一応金を取ってるんですけど、もう、丸見られないんですぐ、仲間に行くと、表に、まあ、こういうことを思います。まあ、そういうようなロケーションで、2人でそこに連れ立って行ったわけです。で、実はその日のライブ、その年のライブの一番初日が相模湾だったんですけど、そこにも行ってたんですね。で、結果ネタが丸かぶりなんです。で、まあそれはしょうがないです。しかも前半後半に分けるみたいなもので、まあ、まだ前半の仕事だったんです。で、まあとりあえず2人に帰りながら、まあ、夜まで分かるんですね。11時頃の話で、まあとりあえず、まあしょうがないじゃんっていう言いながら、あの上を歩いてたら、そしたら公衆トイレがあって、あ、ちょっと俺トイレ行くわって言って、彼が先にトイレに行って、で、あ、じゃあ俺も一緒に行くって言って、後から引っ張ったら、で、彼が先に用として、まあ、あの水道のところに、まあ、立って、で、鏡を立ってると見たんですよ。そしたら、あれって言うんですよ。なんだろうって、クリスチを起こさせてるんですよ。で、何、どうしたのって。いや、血がついてる。なんで血がついてるって言いながら、もっとバタバタバタ水で洗わないで、え、何どうしたのって言いながら、見たら確かに血なんで、ああいうなんかべっとりきたような、まあ、感じだし、見りゃ大体わかるじゃないですか。で、また洗いましたって、あれって言って、え、どうしたのって聞いたら、血がない。さすがにちょっと薄気味があったんですけど、でもまあ、あれだ、あの、階段、ああいう感じでさ、怪現象が起きたってことで、まあ、とりあえずそういうことで良かったじゃん、みたいな話をしてて、とりあえずそこまで収めた。で、彼のマンションに、そういや、そのまま泊まりに行くことになって、で、じゃあ泊まりに行って何をしようかと、まあ、じゃあ、YouTube で、それこそ伊藤さんとか、関係者の階段を、ちょっとじゃあ、あさって聞こうか。で、彼女を同棲してたんですけど、彼女は先に寝ちゃって、その後、2人ですね、階段を流しながら見てたら、まあ、私トイレ行きたくなったんで、ちょっとトイレ行ってくるわって言って、そこをいわゆるメゾネットって言ったんですよ。部屋の中、マンションなんだけど、部屋がこう2階に分かれてると、うん、で、そのトイレは2階にあるんですよ。で、今まで見てたんですけど、2階に上がって、トイレ入って、で、扉閉めたんですよ。そしたら中でガチャンと音がしたような気がしたんですよ。でもまあ、その家のトイレのことは初め分かんないから、まあ、閉めたときにそういう音がするのなのかな、そんなに気にしないで、降りて、でまた彼と二人で、その動画を見てて、で、しばらく経ってから、今度、彼が、今トイレ行って、2階上がってったんです。そしたら、ずいぶん時間がかかってた。で、しばらく経ってから、なんかわけのわかんないことです。まあ、さ、今トイレ行こうと思ったら、中で鍵かかってて、トイレ電気ついてたんだよ。え、何？どういうこと？いや、だから1階へ上がって、そのトイレのね、前に立ったら、あのトイレの前の扉のところに鍵が閉まってたら赤くなってて、解凍されてたら青くなってて、なるんですね。あれが赤くなってる。で、トイレの明かり取りみたいなところから電気が明かりが漏れてる状態なんですね。で、なんか誰か入ってた。まあ、彼女が寝てたって、あいつが入ってんのかなと思って、部屋の動きに行ったら、彼女が寝てる。その家には私と男とその彼女しかいないわけです。じゃあ誰が入ってた？で、叩いたんだけど、返事はない。で、よく見ると、先のマンションのトイレって、なんかつまみみたいなのついてて、外が鍵開けられるようになってる。で、そのつまみがついてたんで、上に引っ掛けて、立ち上がったわけですね。中を覗いたら、誰もいなかった。
さっき外出るときに扉閉めたら中でガチャンと音がしてたんだけど、考えてみたら鍵閉まるのどうだったな。でもさ、布団閉めただけだよ。で今まで例えば扉を閉めて、ね、勝手に鍵かかるの不具合とかあったんって言ったらそれはないんです。まあそれはそうですよね。扉閉めるために鍵閉まってたらそれ大変ですからね。なんか気持ち悪いな。まあでもとりあえずはさ、怪奇現象そのものってことでまあ よかったじゃんみたいなことで、まあ、とりあえず済ました。でまあそれからしばらくまた今度私トイレ行きたくなってたビルの中もう一度2階上がっていってトイレの前にカーテンに、そしたらその赤と青のトイレの解錠施錠が分かるみたいになっているところが赤くなっているわけです。で明かりを見ると明かりがついている。でまあでも、まあ、彼女が寝ているわけだから彼女が入っている可能性もある。この廊下も突き当たりの部屋なんで、まあ、で扉開け放っているから寝ているみたいな、その位置が見えたんで、ちょっと申し訳ないなと思いながら、ちょっと見たら、やっぱり彼女寝てるんですよ。で、いとこは下にいるわけですし、そっちは今、見ながらも、まあ、彼が言ったように、つまみがついてるんで、ひねって開けた。やっぱり誰もいないわけです。で、降りていって、いとこに、まあ、さあ、俺2階上がってったら誰もいないのに、パッキンしまったら電気つけついてたんだよ。え、これ絶対電気消したし、鍵も普通に、まあ、開いたままのはずだけどって言って、パッキンになったんですよね、上に上がって。で、いろいろこうガチャ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 やってみたんだけど、外から閉めらんの、鍵は。とりあえず他の部屋なんかも見てみたんだけど、まあ、誰か人がいるように見えない。気持ち悪いなって言って、さすがに2回続いたわけですよね、同じことは。なんだろうなって思いながらも、かなり時間も増えてたんで、まあ、とりあえず今日は寝ようやって、彼はやっぱ自分の家でも来たかったから、相当気にはしてたみたいなんだけど、でも、まあ、とりあえずそのまま、居間で寝たんですよ。そしたらね、たぶん朝の6時頃でしょうね、彼女と彼の話し声で目が覚めたんですよ。で、ちょっとそれ声かけて、まあ、話終わるまでそう聞いてたんですけど、その内容でね、あれこれひょっとして。で、彼女がまた2階に上がってって言って、彼に声で、どうした何かあったかって言ったら、あ、起きたの。いや、実はさ、彼女、朝、起きたらね、トイレ行こうと思ったら、なんかね、鍵が閉まってて、電気ついてたらしい。で、俺が入ってると思って、で、覗き行ったんだけど、俺がそこにいるから、どういうことなんだって言ってきたんだな。だから、いや、なんかの調子に鍵にかかっちゃったのかもしれないっていうふうに答えたんだけどさ、どういうことかな、まあ、そういうふうに言われたんで、さすがにこれ異常ですよ。そんなことはその日に限って3回起きるっていうのね、不思議というか不思議な話。ただ、じゃあ何かとてつもなく異常なことが起きたわけじゃないよ、ね、とりあえず、あ、なんかあったら知らせてくれよみたいなこと言って、で、そのままその日は帰った。その内容を日記に、ミクシーの日記に上げて、まあ、こういうことが起きました。日記に上げたんで、そしたら、パンキーなんかさんがコメントを書いて、パンキーなんかは、マイミクにはなってたんですけど、別にそんなに深く話したりとか、やり取りしてたわけだったら、あの人のラジオを聞いて、まあ、それこそイタコさんのラジオから知って、マイミクになったという程度なんで、でも、それはいきなりコメントにね、ああ、逗子の海から連れてきたみたいな。で、まあ、若い女性で、多分相当周年のある人があるなんだろうから、もし何かこれから問題があるようであれば、相当周のお寺に行って相談してくださいっていうコメントだったんですよね。で、やたらとる具体的なんですから、それは気になるんでね、いとこに分かるミキシーやってるんですよ。俺のコメント、俺の日記のコメント見ろって。そういうことが書いてあるので、もし気になるのかね、まあ、そういうのをやってみた方がいいんじゃないのっていうふうに言ったら、まあ、ここについてきたのかなっていうんですよ。なんかついてきたのかってメールが返ってきたんですよ。で、実は今、仕事から帰る途中だったんだけどさ、街灯のすぐそば通ったらね、俺のすぐ頭の後ろのところに髪の長い女の影がひっついてるのが見えたんだよね。
やっていう、そういうやり取りをしたんです。でそれから、まあ、しばらくは彼から連絡がなかったので、あ、もう何もないのかなっていうふうに思ってたんですけど、半月ぐらい経ってから彼がやっぱりついてきたのかなっていう映画が来たんですよ。最近ジョナミフィガーみたいな、こんな映画だったんですね。でどうも、その当然知った感じと、かなり揉め事が起きたらしくですね。で、まあ、そんなようなことを送ってきたんですけど、ただ、まあ、自分のね、恋人関係で、そういうことが起きたら、すごい冷的なものと結びつけるんだよね。なんなんでね、まあ、なんとも言えないけどなっていう、そういうようなメールを返したんです。それから、また一月ぐらい経って、でも、どんどん関係が悪くなって、結局別れるみたいな話になって、そうすると、このマンションを2人買って契約してたんで、まあ、出なきゃ、彼は行くとこないんで、まあ、実家に帰ってしまったんですよ。それ でしかもちょっとね、精神的に不安定なやつで、もともと心療内科とかにも通ってたんで、薬なんかも安定剤とかも飲んでたんで、安定剤とかのことね、なんか呂律が回らなくなっちゃって、ちょっとまともな状態じゃないんですよ。でそういう状況だったんですけど、ある日、彼の兄貴から電話があって、珍しい。彼とはよく連絡してるんですけど、彼の兄貴とはあまり交流がなかったので、どうしたの？珍しいねって聞いたら、いや、実はさ、ちょっと、あいつ今どこに行くか知らないって言ってきたんですよ。え、何？どうしたの？これもちょっと複雑な話なんですけど、彼らのお父さん、まあ私にとってのお父さん、まあ、入院してると。だから彼はね、で、お母さんも仕事に出てる。彼は家に一人でいる状況で、お父さんと、なんか入院先の電話、彼と電話でやり取りをしたら、どうもやっぱり様子がなんかおかしかったみたいなね、呂律が回ってなくて、薬飲んでるかなっていうことで、しかもね、家にどういないとかって、お前はどこにいるのって言ったら、やっぱり家にいるよっていう答えだったんで、とりあえずその場は電話を切ったんだけど、家に帰ってお母さんを帰ったら、彼はいなかったんですよ。そんな薬飲んでね、わけのわかんないような状況になってて、外にどうもこっち来歩いてるみたいなんで、ちょっとさ、これやってあげてもいいですよね。ちゃんと言わないかもしれないから、電話かけてやってね、それとなく場所を切り出してた、最近はね、そしたらもしお袋と一緒に迎えに行くからって言えないよってなってね、気が重いなと思いながら彼の声かけたら、でもまず初めは繋がった。でそれから 1,2 時間ぐらい経って、その彼のお母さんから連絡が来て、で、まあ、見つかったと。そのまだマンションは契約が残ってたんで、そのマンションに僕残ってたみたいな、帰ったみたいなね。まあ、場所はとりあえず特定できたし、僕これから迎えに行こうかどうか迷ってたんだっていう話だったんで、じゃあとりあえずまあこれをもうちょっとかけてどんなやつかちょっとガードに電話かけたんです。で何度かこうしたら彼が出たのね。もしもしって言ったら、こっちからなんて今声かけて、なんか変なこと言えないし、で思ったらその週の日曜日彼が家に来ることになってたんで、あ、じゃあその次の週、その次の週に来ることになってたんで、それをちょっと早め、次の週に来らんないって、まあ、ちょっと様子を聞いたら、来らないって言ったら、まあ、いいよ、まあ、なんか俺ちゃん回ってないよね、って出してくる。で、それから、あのさ、お前ちょっと、この間、女難の木があるとかっていうようなこと言ってたじゃん。あの女のことって、なんか変なことしたりしてないって言ったら、うん、まあ、すごい変わったことはないんだよ。実は俺掃除してたんだよ。で、してるうちにどんどん肩が重くなってったんだよね。あ、でも肩こりしてんだなと思ったんだけど、それがどんどん強くなってって、ちなみには肩に人の手の重みを感じるぐらいだったんだよ。おかしいなと思って、後ろ振り向いたらそこに髪の長い女がっていうところで電話がブツンと切れたんだよね。で、まあ、これはやばいわと。で、おばさんに連絡取ってもらって、ちょっと今電話つながったんですけど、やっぱ様子おかしかったんで見に行ってもらった方がいいですよっていう話になって、でおばさんと兄貴が、はい、そのマンションに向かったら、まあ、普通に寝てたみたいなんですよ。でしばらく経ってから、あ、普通に寝てたから大丈夫だよっていう、そういう連絡が入った。でこっちはもちろん様子気になるんだけど、その状態で電話かけてもしょうがないから、次の日にもう一度朝電話をかけ直したんです。そしたら一番初めに繋がったみたいな。でコールバックが彼から、で第一声、もしもしどうしたの、こんな感じなんですよ。いや、どうしたのじゃないだろうね、昨日あんな状態で電話切れててね、何の連絡もなしで、でそのまま
ある意味でなんか変なんですよね。お前そういえばあのとりあえず今週日曜日来れるってさっきのそういう話したじゃん。え、これ来週じゃないの。いや今週って来れるって言ったの。これダメなの。ああそうか、今週行ける行ける。なんか変なんだけど、まあ、とりあえず来るっていうね、直接の話を聞こうと思って、日曜日彼が来たんで話を聞いたら、その日の記憶が一切ないって。やっぱ薬の後遺症かもしれないですけど、まるっきりは何も覚えてない。だから女がのしかかってきた云々の部分も一切自分としては記憶はないし、でそういうことはその前に起こったわけでもどうもないんだという話なんで、しょうがないと。何も覚えてないのに、まあ、それ以上聞きようがないんでね、とりあえずそのまま収めたんですけど、これは、ね、どういうわけでなんだかわかんないです。でさっきちょっと話をしたんですが、彼はその祖母の家の隣の家に、その祖母の、隣の家には祖母の妹が住んでるんですよ。もうその人亡くなっちゃったんですよ、つい最近。それ3年ぐらい経ちました。そこの2階を彼に住まわせてくれないかっていう話が持ち上がったみたいな、そういう状態なんで、実家にいるとまた周りが気にするし、彼もあのなんていうか自由にはできないっていう話で、こっちとしてはそういう状態の彼が来るっていうとちょっと、まあ、気が重かったんですけど、でももうあんちゃんの両親に住んじゃって越してくること。で越してきた時にさっきの足跡が起きたんです。はい、悪いことなんです。そういう流れなんです。で、まあ問題なのは越してきた日に彼に聞いたんです。でもやっぱりおかしいだろ、なんかさ、こんな仕掛かってきたんだって、やたらそれ具体的だろって。薬でなんか言ってね、変なことを言ってるとかって感じはないし、それ以外なんか思い当たることないのか、そういうのを期待したんじゃないの。夢でも何でもいいからちょっと思い出してみよう。いや実はさ、一つだけあの日を覚えてる記憶があるんだ。俺のままそこのマンションに住んでたらさ、公園があるの。どういうわけだか夜の八王子にそこ行ったんだ。でもう桜並木が散ってるんで、葉桜の状態ね、桜並木の下を歩いてたら、木の枝ロープがかかってた。でしかもそのロープのかかり方っていうのがすごい長くて、片方は地面についていて、こういう形でだからこう引っかかって、こっち側に輪っかが出てる。でも俺本当にどうしてそういう風にしたんだかよくわかんないんだけどさ、その輪っかの中に飛びつく。そしたら後ろから誰かがドンと押してきて、で向こう側をこう思いっきり体重をグーッとかけた。そうすると首がグーッと締まってって、グッ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 自分としてはそれが本当にあったことなのか、夢なのか、妄想なのかっていうのははっきりしなかったし、まあはっきりさせたくないみたいな部分があったんでしょうね。そういうふうに思ってたんで、すごいその後も喉のね調子が悪くて、欲しいものも満足を取らない状況だったんだけど、まあ、そのホテルだとバカなお前そのシステムなんだったらね、後遺症とかもあるんだし、本当は病院行かなきゃいけないんだろうって。まあそうなんだけど、ちょっとしたら寝てる時に自分で自分の首を絞めたりしてたのかもしれないし、だからそれはちょっとありえないだろうって言ったら、うん、そうだよ、ね、え、そうじゃない、本当に首つってたんだ、なんで、なんでそんなこと思うのだ、まあ、今日引っ越ししようと思ってさ、部屋片付けた、そしたらさ、出てきたんだよ。え、何が、ロープ、俺だからロープがバキッと折れたんで、下に多分垂れ落ちてきたね、枝と一緒に。そのロープ自分で無意識のうちに持ち帰ってたみたいでさ、それが部屋に残ってたんだよね。それどうしたのって言ったら、いや、喉家に、じゃあちょっとそれ、まあ、俺が管理するから、そのままね、だって残しといてね、変なことになると困るから、それ持ってこいっつって、持ってこさせて、ちょっとしばらくの部屋の隅に置いて
ました。まあ、これ今年になって処分しましたけどね。まあ、そういうようなことがあって、まあ、それからその彼が移り住んでからも、例えばあの、まあ、どっかから彼を帰る、まあ、その鉄パイダーなんですよね。その鉄パイダーをカン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 と登ってくるのが分かるわけですよ。隣に見えるんですから。突然ね、トン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 と降りてきてね、それでね、ガラガラと持ち上げてきて、声を上げて、あ、ちょっとすまないんだけど、一緒に来てくれないって言ってくるんですよ。何、どうしたんですか。いや、扉開けたらさ、髪の長い男が来るから、ちょっと一緒に来てみたいな。しょうがない。上上がってて、パカッと。で、玄関の電気がつい壊れてたんで、ね、つかないもんね。真っ暗だからね、こっちは扉開けてんだから、ね。まあ、多分私が見るってことはないだろうなと思ったんで、まあ、一応中の壊れちゃってるからね、っていうようなことがあったりとか。ちょっとじゃあこれからもう一つ、これは関わりがあるかどうかわかんないですけど、もう一つちょっと話していいですか。その間に起きたことなんですけど、その彼が2階に住むようになって、でその年の確かそう稲川さんの階段の川崎のライブですね、年末のライブのチケットと一緒に通ったんですよ。にある日夜の11時頃ですね、彼がその日は次の日が朝早くからなんで、私かなり早くからちょっとねこの辺めんどくさい説明いないやんですけど、祖母がと私今一緒に住んでるんですね。で彼が住んでる2階の隣に、祖母の兄が住んでる。祖母よりも高齢なんで、私が例えば、まあ、特に私が仕事じゃない仕事じゃなくて家にいる日は夜になると祖母がその谷のところに行って一緒に寝ることになっている。だいたいそれが夜の11時頃に行って、で朝の5時頃に来て、私が、まあ、例えば次の仕事だったりと、まあ、弁当を作ったりしてくれてた。でそういう状況だったんですけど、まあ、私この日かなり眠かったん で次の日も朝早かったんで夜の10時頃に行ってしまったんですよ。で夜の1時頃にパッと見ようかな、いや早く寝たのにこんな感じになっちゃったな、もう少し寝られるかなって思ってたんで、庭の方で気配がしたので、あれおかしいの誰か来てるのかなって覗いてみたら、いとこだったんですよ。で、まあ、彼曰く、うん、年末の山さんのライブのチケットの金払いに来たんですよ。そんな悩みね、そう、まあ、お金のことだからまあいいけど、お前も早く寝ろよとかって言って、夜の1時で、またそのままそこに着いたんですけど、またね、2時間ぐらいに目覚めちゃったんですね。そうすると、蓋があるんですけど、まあ、襖で仕切られた。目覚ましたら、隣の部屋の襖から明かりが漏れてるんです。あれ、誰かいるのかな？さっき言ったように、祖母が起きてくるのは5時頃ですので、そんな時間にはまだ来るはずない。ということは、いとこが降りてきたのかと。夜中に例えばなんか食べ物とかね、飲み物とかあさりに来てるとかあったんで、あいつは来てるかなと思って、で、まあ、そのまま声かけるのしかないんですけど、そのまま寝転がってたら、トイレの扉がガタンと開く音がするので、だいたい足元の方向で、まあ、どういうふうに動くかって、こうやって想像つくんですね。と台所の奥の方に向かって消えてたんです。でしばらく経ってから、この隣の部屋に戻ってきて、あの蛍光灯の紐を引っ張る、これをカチンカチンっていう音が聞こえて、隣の部屋は真っ暗なんです。で、そのまま縁側からそう言ってられることになってて、縁側からドッ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 と走ることが遠ざかってくることが聞こえて、彼の住む2階の鉄階段をトン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 と上がっていくことが聞こえた。ああ、やっぱりあいつが来てたんだと思って、まあ、これ気にしてもしょうがないやと。目つぶったんですよ。1分2分経ってからまたカラカラカラッと岩の音が開く音が聞こえたんですよ。いやー、なんだろう、あいつなんか忘れ物とか取りに来たのか思ったのね。部屋の中から、まあ、段があるんですけど、部屋に降り立つ段をこう踏みしめる音が聞こえて、庭に降り立つ音が聞こえて、どん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 それ足音が遠ざかっている音が聞こえたんですよ。あ、誰か
出てった。うん、でも誰かが出てったって誰が出てったんだと。パニックに見た。そう考えたんですよ。だって、いとこが出てったのに電気消して出てって。普通誰かいたら電気消して出ていかない。おかしいなと思って、襖開けて隣を見たら、まあ様子も別に何も変わらないし、外見ても何もない。なんだろう、そういう気持ち悪いなと思ったんだけど、まあ、とりあえずまず夜中の3時頃なんで、まあ家とりあえず気にしないで寝ようと思って、そのまま寝たわけです。で、次の日の朝、まあ仕事の次、まあ祖母が来たんですけど、なんかそういうようなことがあったって祖母も家だし、言えないんで、それも言わないままとりあえず職場に向かったんです。でもあんまり気になるんで、いとこになんか聞いてみようと。あいつが出てった時になんかね、なんかちょっとしたら説明がつくことかもしれないし、なんか見てるかもしれないなって言って、電話をかけて聞いてます。で、まあ電話かけたら聞いてるんですよ。もしもし、さあちょっと聞きたいことあるんだけど、うん、何？あの、昨日1時頃さ、ライブチケットを払いに来たじゃん、うん、言っていたと。その後3時頃にさ、もう一度あの、なんか来てたら、なんか問い入ってたとか、あの、台所なんか、物を漁ったりしてたみたいな、産業に来たのって言ったら、え、行ってないよって言うんですよ。ん？いやいや、そんなはずない、そんなはずない。だって、俺は産業に朝起きて、来たら電気がついていて、ね、トイレの扉、こう音がして、足音がして、それがまた戻ってきて、カチャンカチャンっていう蛍光灯を引っ張る音が聞こえて、電気が消えたんだ。その瞬間見てた。それお前だったんだって言う。いやいや、俺行ってない。昨日は、あの寝たから。そんなはずないって、なんで俺がかけたかっていうと、その後に真っ暗になった部屋からね、誰か出てったんだよ。で、それが誰だか分かんないからかけたんだよ。いや、一人目はお前じゃないの。うん、俺じゃない、そんなことは分かった。だから結局、まあ、分かったことはちょっと分かんないことは増えちゃった。うち素性も分かんないものが、少なくとも2人、家の中をどつき回ったっていうことしか言えないんです。で、これはちょっと考えすぎかもしれないんですが、さっき言った絡みの話で考えると、一つ、何かもし探していたのとしたら、燃やだと。で、すぐに僕を部屋に戻った。だから、なんで、そうだとしたら、こっちにアプローチしてきてもおかしくはないんだけど、結局、私が、物は何も見てないんですね。うん、ただ、音が鳴って、誰かが出入りしたっていうことしか、認識できてないんで、これはひょっとしたら関係ないのことなのかなと思うんですけど、でもその後の中にいろいろ考えてる。その彼に、まあ、ついてたんだか知らないんだか知らない、この女は彼のそばにひょっとして行く私に対してはやっぱりね、はっきりと姿を現さないと、なんか物音とかね、気配とかっていう形で彼を間接的に、まあ、返してアプローチしてないか、彼に対してのみなんだ。で、まあそういうようなことがあって、じゃあこの話はどこへ行くかというと、オチも何もないまま、その年、なんと話に収まってしまったんですよ。だから、この話もこれで終わりなんですよ。ただ、まあさすがにその2、3ヶ月前からね、彼が事故してきたら、2、3ヶ月前は、まあ、落ち着かない状況が続きましたね。まあそのことはありました。どうぞ、大丈夫どうぞ。普通に親がみんなします。え、普通にしてたんですか？燃やせないから。でもそれが違うかもしれない。なんか、くたびれた感じのロープだった。それが、まあ、ね。いや、そういうことですよね。たまたまなんか行き当たっちゃったのかな。
いや、ちょっと待ってください。いきなり、いきなりです。やってやるよ。なんか、吉川さんがなんか怒ってました。ああ。電話してました、吉川さんが。いやー、駆けつけんちゃってことでしょ。小太郎と言います。階段好きで、二コーナーまで階段を話す、放送をしたりしてます。よろしくお願いします。まあ、ここの会場を借りさせてもらって何回かイベントもやってまして、で、まあ、そのイベントに来てくださってる方はまた二度聞きみたいな感じになっちゃうかもしれないですけど、まあ、最近聞いたお話をしようと思います。ですね、まあ、ちょうどここに来る時っていうか、 今家からこっちに来るまでに自転車で来たんですけど、遠いんですよ。また浅草にあるんですけどね、あっちの方に家があって、あー遠いな、渋谷とか思いながら来たんですけど、まあまあまあ、こんだけ汗だくになってるわけで、まあもう秋ずいぶん涼しくなりましたけど、まあ今年の夏もすごく暑かったじゃないですか。本当に炎天下の日が何日も続きて、で、まあ僕は座り仕事というか、普通の室内でのパソコンずっといじってるようなお仕事をしてて、まあ全然その暑さっていう意味では室内入っちゃえばクーラーも効いてますしね、全然楽なんですけど、友達でですね、外の仕事とか工場に勤めてるやつがいまして、いや夏暑いよね、今年の夏なんか今までよりずっと暑くないっていう話をした時に、いやそんなのはまだ言うほど俺の職場の方が暑いっていうふうに、まあ、マジで言ってくるわけなんです。で、何かっていうと、そのガラス工場なんですって。暑そう。で、まあ、地獄らしいんですよね、夏場特に。もう作業場所っていうのは室内の温度が50度近くなるらしくて、もう人が生きていく環境じゃないと。で、ずっとなんかもう塩飴をね、やっぱ汗が出て塩分出ちゃうから、塩飴を舐めながら、またなんか大五郎みたいな、こんなでっかいペットボトルに水が飲みながら入ってるのがガブガブ飲みながらやるっていう、すごい過酷な、まあ、職場らしいんですけど、で、そこに勤めてるのが友達 その先輩にあたる、まあ、大先輩にあたる職人さんが体験したお話っていうのをその友達から聞くことができて、その話をしようと思うんですけど、まあガラス工場っていうのはいろんな職人さんがやっぱりいます。普通にガラス工場って聞いて思い浮かべるのは、筒をこう、そう、先にオレンジ色のがついてて、ふーってやります、あれがまあ思い浮かぶ方っぽいと思うんですけど、ですね、ガラスの釜がありますよね。あの釜って火を落とさないんですって。なんでかっていうと、その火を一回一日一日落としちゃうと、そのまた同じ作業ができる段階に持っていくのに2週間ぐらいかかるらしいんですよ。同じ温度とか空気とか圧力とかにするのにすんごい時間がかかるんで、基本的に釜の火はつけっぱなしだと。でも職人さんはその日の仕事が終わると帰っちゃうんですよね。で、まあ、その火をほったらかしにしてるわけにもいかないんで、夜通し火を見る人、釜を見ておく人、あとそのガラスの何ていうんですか、種っていう言うんですけど、その例えば材料ですよね、ガラスのドロドロに溶かしてこう形を作る材料を仕込んでおく人っていうので、釜炊きさんだったり釜番さんっていうらしいんですけど、まあ、夜通しそれを見て釜の状況をずっとこういい状態にして、次の日来る職人さんのために最高の状態の下地を用意しておくっていう職人さんもいるんですって。で、その友達の先輩にあたる、大先輩にあたる人もですね、まあ、その釜炊きという職人さんらしいです。その方がですね、まあ、ずいぶん前らしい、10年ぐらい前ぐらいって言ってたんですけど、やっぱりその夜通し見張っていくわけですから、まあ、かなり体力的にもきついわけですよね。50度近くなる夜って言ってもね、やっぱ夏場ですから、まあ、夏場ぐらいのことができることということで、またその当番が来たということで、その人がいたんですね、工場で。まあ、誰もいなくなったこう夜の職員さんたちが帰った後の工場に一人で来て、次の交代の人が来るまでずっと窯の前に座って、温度だったりとかそういう状況を見ていく。まあ、いつも通りの仕事っちゃ仕事なんですよね。すんごい暑くて苦しいんですけど、逆にこう慣れてきちゃうと、その暑さが
あるからこそ集中できるみたいな、そういう心境になっていくらしく、まあ、まさに職人なんだなと思うんですけど、まあ、その日も座ってずっといろんな作業をしていくわけですね。そしたら真っ暗な、外が真っ暗の中で蛍光灯1個2個ぐらいついてる、で釜があってゴーってずっと鳴ってるような、そういうところでずっと作業したら、遠くの方から誰か数人が騒ぐ声が聞こえる。バーバーバーキャン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 、なんか楽しそうに、なんか歓声を上げてるような声が聞こえる、聞こえてきた。で、それは高い声だったらしいんですね。だから女のグループが来たのかなってその時は思ったらしいです。まあ休みの日だったんで、まあ、女友達数人が飲みに行って、で飲み終わった後に騒ぎながら帰ってるのかなって思って、まあそんなこともあるだろうなって、ずっと作業してたらどん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 近づいてくるんですね。その声がずっと騒いで楽しそうに笑ったりしてる声がずっと近づいてくる。あ、こっちに来てんだな、工場の外かな、前の通りかなって思ってると、近づいてきてパッて分かったんですって。あ、これ子供の声だと思ったらしいんですよね。まあ、遠くの時はただ高い声の歓声が聞こえるぐらいにしか思ってなかったんですけど、近づいてくるにつれてその子供の声の特徴っていうんですかね、高かったり、高いんだけど舌足らずだったり、なんか大声上げてるんだけど透き通ってたりっていう、なんか子供の特徴みたいなのが聞こえてきたんで、あ、子供だ、で、しかも全員子供だ、大人の声がしない、あれ結構夜更けなんですよね、こんな時間に子供の、しかも結構人数いる、そんな集団の声あるのかなって思った瞬間に、その声の主が工場の壁隔てて前の通りぐらいで聞こえてるのかなって思ってたんですけど、次の瞬間に壁を通り抜けて工場の中からわーって聞こえたらしいんですよ。わーわーキャ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 、ずっとそのすぐもう自分の座って作業してるその空間に入ってきた。で、しかもその工場の壁とかにこう反響してすごい響くんですって。わーキャ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 、すごい声が聞こえてきて、うおーって思って、子供が工場入ってきた。その時は本当にそう思ったらしいんです。なんかまあ開けっぱなしというか戸締まりもそんなにちゃんとしてないから、いたずらかなんかで入ってきて、これ大変だと思ってパッてそっち見たら何もいない、工場の敷地内に何もいないのに、その声だけが聞こえて、しかも反響して、なんていうんですかね、その鼓膜がなんか変な振動する、まあ耳元でバッて声出されると鼓膜が痒くなるようなやつあるじゃないですか。そんな不快なこう反響をしてるんですって。でもう絶対そこにいるはずなのに、なんでか知んないけど子供の姿がない。うわ、なんだなんだなんだ思ったらしいんですよね。で、そんな近くで鳴ってるその声、子供の声っていうのが聞き取ろうとしたんですけど、どうやら聞き取れないというか、何を言ってるのか分かんないんですって。日本語じゃないとか外国語だとかそういうことじゃなくて、なんか喋ってるんだけど、で、なんか笑ってたり歓声は上がってるんだけど、それが何を意味してるのかわからないらしいんですよ。どんな話題で盛り上がってるのかとか、そういうのが全然見えなくて、わっ、今日何だこの声、何を楽しがってんのこの声はって思ったらしいですね。で、どうしようどうしようと思ったんですけど、まあこれは多分そういう幽霊の仕業か、それじゃなかったら俺が多分おかしくなってる、暑さでどうにかなっちまったか、どっちかだろうって思って、どっちにしても無視すればいいかって思ったらしいんですね。だからなんとかこう耳を傾けないで、もう気にしないで作業をずっと続けようと思ったらしいんですよ。なんだけど、どん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 その声がこうでかくなっていくし、反響して変な風に聞こえてるから、どうにも集中できない、気になって気になってしょうがない、で作業の手も止まるって状況になった時に、その人が何を思ったかというと、これじゃあ今日は仕事にならない、そうなると明日来る職人さんたちに迷惑がかかる、
もっと言うと、そこの工場で作った商品を買ってもらう人にまた迷惑がかかるって思った瞬間、だんだんムカついてきちゃったらしいんですね、その職人さん。なんで、まあ、まさに職人って感じだったらしいんですけど、そう思って、なんか例えばなんかおじいさんおばあさんの夫婦がいて、ここの工場の商品が好きで買ってすぐ割れちゃったみたいなことがあったら悲しむだろうなとか、そういうことをずっと考えていくうちに、カッて頭に血が昇って、うるせえってすごい絶叫したらしいんですよね、そこで。そしたらピタッて止まったらしいんですよ、その声が、子供の声が。はあ、止まってくれた、ああよかったって思って、今までずっと窯の方、その窯の火の方をずっと見て作業したんですけど、ああよかったってふって横向いた瞬間に、その人がこう座ったりとかしたら、自分の周りを取り囲むように真っ黒い子供たちがいて、こう覗き込んでたんですって。うわーって思って、どうしようどうしようって思ったらしいんですけど、もうそこまでやられちゃうと逆にやっぱり無視するしかないっていうことで、もう何にも見ない、何にも聞こえない、何も聞かないっていうことで、釜の火だけ見てずっと作業を交代の人が来るまでやり続けたんですって。で、いつしか交代の人が現れて、で、なんとかさんって言われて、はいっつって抜いたら、もうその黒い子供たちもいなくて、で、引き継ぎというか交代してっていうことをやってて、それ以降何も起こってないんですけど、ただその日に仕込んだガラスの種っていうのは昼間の職人さんたちに史上最高の出来だと、最高だ、褒められたって言ってましたね。まあ何にも すごい集中したんでしょうね。最高の、今まで最高の種があって、今回できたのは我々がやって職人になったのはすごい最高の出来だって言われて、今でもその方っていうのは飲み会とかの、その飲みの席とかで武勇伝のようにこの話を語ってくれるらしいですね。はい、10年以上亀戸工場らしいですけどね。という話、了解者がする、どうしても今回にぶつけつけよう。戦争で亡くなった子供がいるのか、そこら辺焼けたか、黒い子供が魂が言ったのか、その子たち、どうなんでしょうね。YouTube に上げた14話目っていう子供が、そんな女性会長もしたのか、そしたらね、電話かけてこなかった。5時間も話した。不在なの。僕の話は。なんで不在なの。ネタで5時間も話した。小田君の会談についてよく分からないけど、2人で5時間も話した。今度不在なの。その YouTube を見られる前に話します。まだ見てないでしょ。まだ見てないですね。11話ぐらいでしょ。今14話まで上げたんで、ここ話してから俺いつも上げてるんですけど、今回先走って上げちゃったの。ボタンを押して間違いだと思ったけど、もう後も待ちで、それが、女友達から聞いた話です。で、時田さんこんな話また集めてるじゃないですかと、やっと私にも一個入ってきましたよ。それはその子の女友達が、あんたもこんな話好きだよねって聞かされてくれた、その女友達の友達の話なんです。で、その子が、まあ、その聞かせてくれた子じゃない友達とのお家に遊びに行った時の話らしいです。で、それで、まあ、まずは久しぶりじゃないと、で、お家に泊まりがけで1回行って、その次の日一緒に出かけましょうということで泊まりに行ったらしいですね。で、泊まりに行った時に女の子が、まあ、その部屋の主の女の子がカチャッと開けてパッパッパッと入っていったと。で、その後に続いてその女友達の方も入っていったら、もうなんか臭いんです。あ、なんか臭いなって思ったら、前を歩いてる女の子は部屋の電気をカチャカチャっとつけたかと思うと、窓をパッと開けて換気扇までピッとつけて、なんか感じなんですけど、で、おお、まあ、こんなもんなんだ、なんか生臭かったような気がするけどと思ったら、もう鼻も慣れたし空気も入れ替わって終わったんじゃないですか、その空気の余分な感じがね。で、それからしばらくしてドリンクを今度こう冷蔵庫に入れ始めたら、その部屋の主の女の子が、ああ、まただって言うんです。どうしたって聞いたら、牛乳、冷蔵庫から
取り出したパックがパンパンなんですよ。で、牛乳がすぐ腐るんだよね。で、見てみたら、日付まだ全然余裕がある。なんでだろうね、とか言って。で、それを、トイレに持って行って、プシュッて、キャーとか、臭いとかって言いながら、バババババババとかって捨てて。そんなに臭ってんの？うん。だから、パンパンにされてるでしょ。もう臭いの嫌だとかって言いながら、この匂いかねとかって言いながら、でもしょっちゅう腐るんだよとかって、でも最近なんかおかしいのかな、冷蔵庫とか。でも他のドリンクみんな冷えてる。で、なんともないんですよ。きれいなもんだねとか、ふーんとか。で、まあそれから今度、明日何しようかねみたいな話をしてて、どこどこ行って食事して、その後にとかっていろんな話をしてたらしいんですよ。では、とりあえず私はじゃあ先にお風呂入るよとかって、シャワーを浴びに。部屋の主が。で、女の子出ていって、じゃあ私代わりに入るよとかって言いつつも、なんかドリンクを、なんだろうな、食堂の方で継いだりとかして飲んでたんですよ。で、リビングの方で、そのシャワーから出てきた部屋の主の女の子がボーってドライヤーかけてたんですよ。で、開いたとかって声が聞こえてたんですよ。どうしたって、いや、髪の毛がよく川に引っかかるんだよとかって、最近ちょくちょくあるんだとか、ふーんとかって言って、で、その次にまたドリンクを持ってて、こうやって持っていったら、なんつうの、こう横目に見つつこうドリンクを置いたりとかしてたんですよ。そしたら、また行ったとかって言うから、何とかって言ったら、ぎょっとしたの。横に置いてて、こうやってる横のところにカバンが置いてあるらしいんですけど、そのカバンのとこから黒い手が出てきて、髪の毛引っ張ってる。で、あんたこのカバンどうしたの、何が？いや、あんた髪の毛がよくカバンに引っかかるって言ってたけどと、小さい手が出てきてなんか髪の毛引っ張ってて、嘘だとかって、だからその部屋にいた女の子全然なんとも思ってた。なんか変なことがあるな、だからこのカバンおかしいよと、なんとこれどうしたんだって聞いたら、これお泊まり用に新しく安かったからディスカウントショップかなんかで買ったんだけど、いつ2週間くらい前かな。で、彼氏のところに泊まり行くのに、あ、このサイズ、ちょっと型が古いけど、要は一泊分の荷物を置いて移動するにはちょうどいいからっていうので、まあ、それなりの大きさだったらしいんですよね。で、それを買って、私使ったよって。でも、彼氏のところに行って泊まってたら、次の日起きたら、カバンが口開いてて、中の荷物みんな出てたんだよね。でも、カバンはポンと置いてあるだけ。だから、それはもう当然、中に何か入ってたんじゃないのっていうような勢いで、ブワーって出たような感じ、つじらわってたけど、もう嫌だーとかって思って、こう、しまっただけだったらしいんです。だから、なんとも思ってなかったんですよ、本当に。新品のカバン。うん、だから、中古だったみたいですよ。デスカンドショップで。で、やっぱ、1個前のタイプだからって言って、安く出てたけど、それよりも安くなんか、出てたんじゃないですか。まあまあでも女性のカバンのことなんで俺よくわかんないんですけど、まあそんなもんかよと。で、まあディスカウントショップで綺麗なものだったから買ってきて、あ、ちょうど前の形だったけど、だから安くもあり、使い勝手も良さそうっていうことでちょうど探してたから、しかもブランドものだったからっていうことでちょうど手出しやすかったんでしょうね。で、軽いつもりで買ってきて、で2週間前に買ってきて、で、彼氏がお泊まりの時にそんなことがあって、で、そういえばこのカバンを買ってからだ、牛乳が腐るようになった。いや、あんたなんかあると思うよみたいな話をしてて、これ絶対なんかおかしいと、ディスカウントショップに明日持って行こうと、で、それを持って行って型がついたら一緒に遊びに行こう、お金戻ってくるかもしんないじゃんみたいな感じで、その時はまだ気持ち悪い気持ち悪いと思ったけども、中身を全部出して横に置いて、で、そのまま寝て、で、何も当然何もなく、で、次の日起きて、そのディスカウントショップに、まあ、カバン2つ持って行ったんですよ。普通に使ってるカバンとその空っぽのカバン。で、持って行ったら、店員さんに、すみません、レシートまだあるんですけど、このカバン戻せませんかって言ったら、レシートこうやって見て、ああ、ありがとうございますって、逆にお礼を言われたんです。何言ってんだ、この店員さんと。いや、本当に申し訳ありませんと。これはこの通りのお金で、こちらの方で引き取らせていただきます。なんでかなと思ってたら、まあ、若い店員さんだったらしいんですけど、やっぱりこうなんか、なんか聞けばなんか出るのかなと思って、ちょっと詳しく聞かせてもらおうと思って、端っこの方で、何なんですか、これなんかあるんじゃないですか、いや、実は私ね、
昨日こういうことがあってここから手が出てきてどうなのこうなのって、と関連性があるかどうか知りませんけどもと、要はこれを持ってきてくれたのは、よく、なんだろうな、失踪者とかそういう部屋なんかを片付けた人とかがこう、要は、なんだろうな、道具類はそういうこうなんか中古屋さんとかに持っていくんです。でもそういうブランド物はうちに持ってきてくれるんです。でそれで買い取ったものなんです。で買い取って2日後ぐらいにその人から電話があったんです。でそのカバン申し訳ないと、買い取ってもらったけどもう一回買い戻すから、店頭から裂いてくれないかって言われた時にはもうお客様が買われた後だったので、こちらも何の、ね、課金も何もないから、どこの誰が持ってたかわからないから困ってたんです。いや戻ってきてよかったです。でそれでもっと話を聞いてったら、なんだろうな、何日かしてまた行ったらしいんです。その後どうなりましたって言ったら、その後警察の方と一緒に来た、どうしたって聞いたら、そのカバン証拠品だったらしいです。要はそのカバンの中にビニール袋に包まれた子供の死体が入ってたんです。でビニール袋に入ってた子供の死体をどかして、これ証拠品になって横にブランド物のカバン置いてあったんです。そしたら子供は持っていったんです。カバンそこに忘れたままだったんです。で警察の人が戻ってた時にカバンも何個かも見らないから、あれこれカバンに入ってなかったっけって話になって、うわ大変だ探せ探せっていうことになって、探して辿ってったらそこだった。いやーよかったですって全然良くない話が聞かされた。だから子供がまだ中にずっと入ってるままだったのかもしれないです。で女の人の髪の毛引っ張って、なんか思いがあるんじゃないですかねっていうことをしてました。ってな感じの話を拾ってきました。いい話じゃないですか。意外とね、意外とね、どうしたんですか。それ14話でアップしたばっかりです。最近おかしいっすちょっといろいろなんかあるかもしれない昨日もここでパラパラパラって聞いたからね最近ちょっと嫌らしい。それを聞かせてもらったんですよ。いい友達持ったな。お前な、ありそうだよ。お前ら、それは警察で忘れるもんね。うん、ええ加減警察。いや、ほんとそうですよ。で実はユーストリームで、まあいいや、とある人から電話があって、リアル怖い話ですけども、内部告発をしたいから雑誌社の人間を紹介してくれって言われてるんですよ。マジで、ね、マジでギューンって言ってるままで終わってるんですよ。企業の、企業じゃないです、警察関係。だから僕ちょっと変わりたくないな、だから警察の人来てほしくないな自分でだからそれ自分で声かえてる。大丈夫なんですね。いやだから俺は受けないっていう話を今してますからね。えじゃあその最悪自分で声かえて声かえてもう全部流しちゃって、本当はねこれ言うことじゃなかったんですけど、元に戻せるからねそうか機械軸だそう。まあ確かそうだった。あの鏡の話ってしましたね。なんだっけ、その中古品やなんか扱ってるところなんて言うんでしたっけ、ディスカットじゃなくてリサイクルショップか、リサイクルショップの話前知ったじゃないですか。確か鏡自分で頭に打ち上げちいてたんですか。いやそれ痛そうですね。いやなんかディスカットショップで、違う、リサイクルショップで姿見を探してたんです。でそれで姿見がこう探してる時に運んでる姿見が気に入ったんですって。で、あ、今運んでた姿見って売り物じゃないんですかとかって、いや、これから消毒して店頭に並べたら商品になりますよと。で、その時もトラックからわっさわっさ下ろしてたんです。うん、で、それでやってて奥の方にわーっと持って行って、じゃあそれ消毒終わったら今この場で買わせてくださいよと。あ、わかりましたって、すごい軽い。で、全部やってた。で、出てきた。まあ、綺麗だ。恨みとも何もない。お、いいじゃない、いいじゃない。で持って帰ったらその日から女の子、まあ要は一緒に住んでた女の子がどうもおかしいと思いますが、で一緒に最初住んでたのがもう
自分のアパートにしょっちゅう帰るようになっちゃって、あんまり、あんまり来なくなったらしいんですね。で、どうしたのって言ったら、あの鏡ちょっと嫌だと。うん。どうにもこうにも気持ち悪いんで、私嫌なんだっていう話をしてた。で、そのうちもやっぱりこう別れる話になって、そういうふうになる。で、次に付き合った女の子も、なんか変。で、部屋に遊びに来なくなった。お前なんで来ないのって言ったら、だってあの鏡ってやっぱ同じこと言うんですよ。で、その男は全然気がつかないみたいなんだけど、どうもその鏡の前の持ち主は女の人みたいで、なんかあの鏡をの前でこう自分のこう違う鏡で小さい鏡がよく持ってるんですよ、そっちでやってると後ろから視線を感じたらふっと見るとあの時々違う女の人が映ってるような気がするんです。それがどうも気持ちいいからやっちゃ一人で行くのは嫌だ、だからこの鏡なんとかしてくれってずっと言われてたんですよ。でしょうがねえなっていうことで、もその女の子も結局2人とも別れたから、3人目になるときに気持ち悪いからもうそれ元から戻そうと思って、すいませんけどと、これ半年ぐらい前に買ったやつですと、だからもういらないんでそっちの方で片付けてくれませんかって言ったら、ああそうですか、わかりました、ただ返金とかもう前の話なんでできませんよ、いやいいですよとかっていう話をしてたんです。で本当にちょっとこうえって思ったのが、それを箱を姿をずっと目で追ってったんですって。そしたらガラ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 って開けていって、一番奥の方にガラガラって開けたところにはなんかお札が貼ったものがブワーッと置いてあるところにガシャって置いて、横からペンダッと慣れたもんだったって話で、えって思って、ほんで振り向いた人がこっちちゃってバツ悪そうねんガラガラガラって閉めてた。なんだよそんな商品売るなよみたいな。まあ多分何の解決もなかったけども、でも結局そうやって片付けたことで終わった。前話した時はその人の話じゃなくて、ガラスの裏側が外れるから、外したらそこがちりがついてないっていう、掃除が足りなくて、自殺だとか、そのなんか変身だとかの物は売っちゃうもんね、うん、関係ないからね、うん、そこになんか死体がついてるわけじゃないけど、そうです。でも1ヶ月ほったらかしの死体の横にあった、ね、怖いですよね。まあそんな話をちょっと2つさせていただきましょう。話もってね、今日インフォの話がちょっと少ないから先ほどのマスターから聞いた話なんですけど、そのマスターが、まあ、不動産屋さんと知り合いになったんですって。で不動産屋さん知り合いになって、でその不動産屋さんの方に、あの不動産関係っていろいろあるし、だからあの一番怖かったのが教えてくれないって聞いたんです。いきなり一番怖い話です。聞いたんですね。で、なんですけど、いや、確かにあるのはあるんだ、結構それなりにあるんだけど、俺が一番怖いと思った話は仕事関係じゃないんだよねって言って教えてくれたって話。なんで不動産関係と全く違う話なんですか。関係ない、はい、で、それっていうのが、まあ、その方が、子供の頃から、まあ、あの中学生ぐらいの時に仲たけした話で、小さい頃になんか、何ですか、単語世界は人形が買ってもらったんですって。であのガラスケース入ってるいい人形が買ってもらったんですって。でそれをめちゃくちゃ大切にしたんですって。で、まあ、いつも一緒に遊んだりとか、男の子に遊んだりとかして、で一緒に寝てって言ったんですって。なんですけど、まあ、大体高学年ぐらいに上がってくるとアクセントです。なんであの教えながら作るんですって。で、まあ、中学生ぐらいになって、まあ、全然忘れちゃって、で中学生ぐらいになってちょっとあの掃除とかしてたらば、その人形を見つけて、あれこれ何だろうな、ああ、もしもしルークスルーが小さい子遊んでたな。で、それで、まあ、ただもう使わなかったし、別に追いことかもしてたみたいから捨てちゃったって、そのまんま、なんかゴミ捨て場の方にゴンと置いたって、そのようにで、まあ、その夜で、まあ、雨がザーッとしたんですけど、で、まあ、いろいろ作業をで、もう寝るかって思ったんですって。で、布団に入って、で、そしたらば、あのカチャッと落としたんですよ、もう部屋に行ったんですよ。カチャッって何もあるんです。
玄関の方をこうからしたんですよ。カチャッと回って、うん、そしたらなんかチャッチャッチャッでなんか水音がしてくるんですって。でそれがだんだんちょっと出てきて、でまあ音が板張りのところか畳のところにして音が変わって、チャッ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 みたいな感じで変わってきて、でそれがだんだん近づいてきて、え、なになになにと思って、そしたら今度ガラ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 って、で、あ、なんか入ってきたと思ったんですね。でその方は、まあ、全然知り合いとかまともないし、あのまあ階段慣れしてる人は多分人形だと思うんですけど、まあ、彼はそういった発想に行かずに、うん、なんで、で特に悲しみはあったんで、え、なんか変質者に来たのかと思ったらしくて、それで、まあ、そのままちょっとまあ、寝たふりしてれば過ぎていくだろうと思って、じゃ寝たふりしたんですよ。で、そしたらその足音がずっと布団の周り、チャッ、チャッ、チャッ、ずっと永遠止まってるんですって。で、まあ怖いから出るし、まあ、幽霊だろうか、変質者だろうか、まあ、どうしようもないからずっと布団の中に入ってたんですって。で、いつまかそんなに寝ちゃったんですよ。で、それで目覚めたらば、ちょっと周りちょっと水がちょっとあったんですって。あ、なんで気持ち悪いなって。で、それで、台所か、台所の方に行ったらば、まあ、ちょっと人形の前出すときにガラスケースがあって、中は人形でご近所とか、そのガラスケースのところに行ったら、それいや、こいつもしてないかなと思って行ったらば、中に人形があって、しかもびしょぬれに寝てたんですね。戻っていたんだ。うん。で、ガラスケースが閉まったままです。で、あ、昨日なんてこの人形か、すごい初めて知ったらしくて、で、まあ、そのままその勢いで、お寺に行って閉まってたらしいです。あ、結構閉まってた。はい。で、これが一番怖かったって言ってましたね。何で濡れてたんですか？あ、だから雨だったんですよ。雨だった。はい。雨だったんで、それで、おい何を聞いたの？何を聞いたの？おかしくなって、もう抜かされないぞ。でも、その大元の話、直接聞けたらすごい。そう、割とよく人が、単純的に人の話を聞くんですけど、あるんだなという単語を、この人に言われますけど。なんか、吉田会長でご自身から。じゃあ、ちょっと帰りに。先ほど柄同じような鏡にまつわる話をしました。この女性の方から聞いたんですけど、その方が女子校に行った時に寮に入ることがあったんですよ。いや、そうですね。なんか家族に裸の男が立てたわけじゃないですか。それはなかったんですけど、その女子寮っていうのが、まあ、新しくて、まだ経ってね、4年ぐらいしか経ってないんですよ。で、周り見たらほとんど古いのばっかりで、だから4年で結構新しかったんですね。で、入りました。で、まあ、綺麗ですよね、思ったら結構ね。まあですね、一つだけなんか変やなと思ったのが、トイレにね、柄にはないんですよ、やろうと思って。まあ、なんか気持ち悪いなと。で、聞くと、もう、そこにおった一番上の先輩、私もよく知らないんだけど、ここから前をおった先輩が言うには、なんか訳が出て、そのとこに行くと、だから外したんだよって話したんです。でもそれって、その彼女のよくある話じゃないですか。よくある。七不思議、学校の七不思議でもトイレの鏡に女性が映って、で外してもその時は抜け方つけたらまた映るみたいな、あ、そういうなんか七不思議みたいなのかなと思って、でもまあそうかといって鏡をわざわざつけてもらうのもそんなわざわざ気持ち悪いからまあいいかと思って、でもそのままなってたんです。別にその寮でも変質者入ることもなく裸の男だったっていうこともなく、まあ無事に3年間過ごしたんですね。でその自分が3年生になった時にオーナーがね、変わっちゃったんですよ、そこの寮が、ね、オーナーが変わったときに、そのオーナーの方も、まあ、変わった、自分のオーナーが変わったこともあるから、そのまあそれが7年ぐらいも経ってたわけだからね、ところどころ汚くなったりするわけで、じゃあそれもきれいにするってなったんですね。例えば外の壁をちょっと色塗ろうとか、ね、で、その中でやっぱりオーナーはそんなこと知らないから、トイレに鏡ないのおかしいんですよ。だからトイレもちょっときれいにする、プラス鏡もつけようと。で、洗うところも結構きれいになったんですよ、出洗うところ。まあ、彼女喜んだんですよ、別にそんなずっと3年近く、まあ2年ちょっとですけど、いてもう卒業なんだけど、まあ、で、ちょっと鏡はどうかとはええし、まあ、きれいになるようになったなと思って。で、ずっとでもお化けの話もなかったし、ね、何かと思って。で、見たらもう、なんかすごいきれいになって、どういう鏡がきれいな気持ちだって。それからね、
穴もなかったんですよ。中に別にトイレに行った。初めはちょっと怖かったそうです。トイレに行った時に、なんかそういう噂聞いてたから、ちょっと鏡が怖いなと思ったんだけど、まあ2週間なんか経っていたら、見ても何もないから、別にって言われた時ね、別に鏡に見るし、何もなかったとか、なんかある日ですね、また夜中に目覚めてトイレに行ったんで、で、終わって手洗ってたんです。で、打ってみたら自分の顔当然映ってますよ、マスターショーこのコンビから。で、ずっと見てたら、違和感があるんですよ。自分の顔がちゃんと映ってるんだけど、何か変なんですよ。味分からなかったんですよ、理由は。で、何が変やねんと思って、じーんと見てたら、当然、自分の顔を見てるわけだから、映ってる。真正面見てますよね。鏡に映ってる顔も真正面見てますよ。目線が変なんですよ。目がね、ちょっと上向いてるんですよ、鏡に映ってる顔。で、と思ってみたら、やっぱり絶対真正面見てるわけだから、目と目合わないといけない。ちょっと上向いてるんですよ。何これと思ったら、ググって目が動いたんですよ、鏡。上向いてる。と思って上見たら、彼女が言うには、天井から人がニュッて出てきたんですよ。浮き取るような感じで、女性だったんですね。髪の毛もバーって出てきた。それ見たら、キャーってなって、そのままトイレに転がるようにして、ワン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 泣き叫んだら、もうみんな寮なんか出てきて、寮のおばあさんが言うんだけど、どうしたのどうしたの、いや、お化け出たお化け出た。でも、おばあさんとかお化け出たっていうのよりも、変質者が入ってきたと思って、もう警察に電話しちゃった。で、警察も来るわって、大騒ぎになったんですよ。で、基本的には警察には、まあなんかよくわからない人が入ってきた。じゃあこれから警察もちゃんとこれからちゃんともうちょっと見回りしますねってことで終わったんだけど、もう彼女はお化け出たから、そう説明したわけですよ。これから動くわけで出たと。でも、リオのおばちゃんもそんな信じにしてない。いや、そんな見間違えちゃうかってことやってるけど、その後も、やっぱり他の人も幽霊がいるんですよ。で、同じパターンです。鏡に見たら、鏡の映ってる目で上見て、上見ると、壁から染み出るように人が出てくる。で、驚いた。で、結局はその鏡外したんです。でね、もっと詳しく知りたいのは、どんな女性やったのって聞いたら、彼女が言ったのは、全くね、女性は分かったんだけど、年齢とか体の形とか全く分からないです。思い出そうとしても思い出せないです。だけど、一つだけ覚えてるのは、目が真っ黒だった。それだけがなぜか強烈に覚えてるって言ってた。で、そうだといろいろ調べたんだけど、別にそこのと目で自殺したというわけじゃないし、なんで鏡をつけたら幽霊が出るか、全く分からないです。何のつながりも何にもない。だけど、その後も鏡を外したら、まあ、彼女は卒業するんだけど、その後も後輩とかに聞いたら幽霊が出した。だけど、今何に鏡をつけてるんです。そういう話ですね。なるほど。あれ中で見たのか、誰かに聞いたのか知らないですけど、中いると思って、視線回して後ろ見て、誰もいない。で、大抵そういう時は見にいる。まあ、でも何でも同じ自分の顔なんでしょう。その女の顔はないですね。でも鏡の中に映ってる顔にもう一人の顔が重なって映ってて違和感を覚えてやることがあるっていう女の人はいました。あ、それは僕言いますね。それなんか三面鏡でした。何でしたっけ。いや、なんかそれトイレだったと思うんですけど、俺が聞いたのは。なんかトイレでやってて、ふって見たら自分ショートカットなんですよ。で、それもうちょっと長かったんです。で、最初こうやって上がってて、こうやってやるから、こう垂れてるから、長いのかなって思って、こうやってやって、こうやってやってけど、なんか違う。でもよーく見てみたら、もう一人顔があって、ニヤッとかって横にスーッとついてた。なんか通ったっていうので、ギヤーってなったっていうのを、ニッコニコ笑いながら話してましたけど。俺聞いたのね、同じようなパターンで、三面記憶なんかね、こう、顔見たらボケてるんですよ、画像が。もう汚れてると思って、こうやって見たら、そうじゃなくて重なってたんです。うわって驚いたら同じ感じでシュッと思い込んでうわってなってその三面鏡捨てた。いたずらですか。それは妖怪ですね。そのボケてるのがリアル。妖怪さんボケてると思う。何でも妖怪妖怪鏡屋さん妖怪鏡映り込み出たら鏡映り込み。なんか長い来た。え言うてちょっとあの名刺何よ。これみんな言わないよ、言わないよ。追加見たら我慢してたもん。我慢してた。いいや、趣味やねんから。本当に、うつぼで言って。ねえ、そう。ねえ、かけろでしょ。どういう前。忘れちゃったじゃない。俺が。
前に話したことがあるので知ってる方もいらっしゃると思うんですけれども、友達から、ごめんなさい、先輩から聞いた話なんですけれども、先輩がですね、お茶の水に勤めてる先輩がいまして、で、総武線で通ってるんですね。で、総武線で、毎朝通ってて、で、帰りも、総武線でもちろん帰るんですけれども、で、帰りの時間で、残業したりとか、その日の仕事の具合によって早い遅いあるんですね。で、ふっと気がついたんですけれども、いつも自分が乗ってる電車のドアの方、出るドアのところにですね、黒い髪の黒い服を着た女性が立ってる。で、自分が残業して帰った時も、普通に定時で帰った時も、その女性を見かけるんです。で、これは運命の出会いだと。これは声をかけなきゃとは思ったんですけど、やっぱりいきなり見ず知らずの人に声をかける勇気がなかったので、ちょうどドアの出るドアのところに立っているので顔を見ようと、出る時にですね、クッて横目で見ようとするんですけど、ちょうど開くドアとあと椅子の隙間のところにうまいこと入ってしまって顔が見れなかった。で、そんな時がずっとしばらく続いて、何度も何度も顔を見ようとするんですけど、どうしても見ることができない。で、かといって声をかける勇気もない。そんなの1週間ぐらい続いたんですね。で、そんな中、会社で飲み会がありまして、で、2次会、3次会と続いてしまって、終電をもう乗り過ごしてしまったんですね。で、そのままじゃあ、始発で帰ろうと。で、しこたま酒を飲んで、始発の電車に乗ったんですね。で、始発になっちゃったと思って、また周りを見たら、その女性いるんですね。扉のところに立ってるんですね。自分に、外を向いてますんで、自分に背を向けて立ってるんですね。で、これこそもう運命の出会いだと。こんな自分が始発に乗った時にも一緒になるなんて。で、特にその時お酒を飲んでて気分も高まっていたので、声をかけなきゃバカだと思って、もうその女性のところに意気揚々と声をかけるために近づいていったんですね。で、すいませんって言って女性に手をこう出そうとした瞬間、電車がカクンって揺れたんですね。で、その瞬間もう女性に声をかけることで、頭いっぱいだったものですから、思わずその手がぐーっと女性の方にそのまま行ってしまったんですね。で、肩に触れちゃうと思って、ふーっとしたら、そのまま黒い服の女性の体をスーッて通り抜けて、その奥にある電車の出口のところにある手すりをギュッて掴んだんです。あれ?と思って、よく見るんですけど、あまりにも女性がはっきりしているので、その先輩はまるで自分の手が消えたのかと思うぐらいはっきり見えたそうです。で、慌てて手をこう元に戻そうと思うんですけど、そのままもう金縛りになったみたいに体が動かないんですね。で、ああどうしようどうしようと思って、ずっと女性を見てると、今まですごい綺麗な黒髪の黒い服だったと思ってたのが、よくよく見てみると、もう髪もボロボロで服もズタズタなんですね。なんか毛羽立っちゃってボロボロの状態になってるんですよ。で、一応始発とはいえ他にお客さんがいるもんですから、助けを呼ぼうとするんですけど声も出ないんですね。で、ああどうしようどうしようと思ったら、その女性の肩が小刻みに揺れてるんです。あ、こいつ笑ってると思って、うわどうしようどうしようと思ったら、今まで一度も顔を見れなかったその女性がゆっくりゆっくりこちらを向き始める。で、あでもこれは見ちゃまずい、見たらどうにかなっちゃうと思って、必死にこうやって目を閉じて、あもうどうしよ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 うってかーと思っていたら、っていう甲高い笑い声が聞こえて、気がついたらいつも降りる
自分の方の降りる三鷹の駅のベンチのところで座っている時に気がついたそうです。以上です。妖怪だ総武線いるよね。住んでるね。総武線暑いね。総武線暑いね。暑いな。昨日乗ったけど全然出会わなかった。総武線？うん。総武線宇宙人もいるし。宇宙人もいるし。しかも新宿から向こう側が暑いですよね。新宿から吉祥寺側で。暑い暑い。でもそれ言ってその人だけしか見えない。ずっといるから。あれ？いやもうそれ以来結局彼にとっついてんの。そうですね。いつ行ってもそのような。全部。もう怖いんで、その辺やめたの。通勤で使うの、別の線に変えたいな。もう、何やろな、それ。スケガリ、妖怪じゃん、もう言うでしょ。影の話にちょっと半分戻っちゃうんですけど、今、総武線って言って、道から総武線通ってるんですけど、あの、これ25年ぐらい前から、なんかすごく、話を伸び悩んでる時があって、それをなんか私それで父親とギクシャクするんですけどね、いろんな面でこうなんかまあ仕事とかそういうこと、25一番不安定な時期になったんだろうな。それでこう聞いてもらうと、なんかそういう安全剤みたいなんで、こうちょっとこう精神面がこうすごく緊張高まって、なんかある日ふっと朝早く起きて何を思い立ったのか、下校の旅に行きたいってね、急に母に言って、その時は赤いカラータンクを着て、あんたおかしかったなと見て、その日だけだったんですけどね、バタ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 って音がして、それで母親だけは見たんです。親のところにね、こうはっついてる人がね、なんていうのかな、軟体動物みたいな、タコみたいな、でそれがこうやってぐーっと一生懸命これを開けようとしてる、そういう姿、まだ手の頭を持ってるんですよ、未だにね。でそれ見たって言ったら、見たよ、どんなだったって言ったらね、ちょっとマントをね、羽織ってるような人って言ってね、こう頭がいびつで大きくて、でちょっとゾッコン鼻とも知れない、なんかちょっと変わって、宇宙人とも知れない、変なもんだなと思って、でうんと勉強して遅くなって、そういうことをやってるような時だと、あのこれ自分の思いになってんだかなんだかよくわかんないけど、ぐーっともう空一面ね、その時はそういう夢見るんですけどね、すごい大きいものがぐーって降りてくるようなね、なんかそんなようなね、もう妄想っていうか、そういうのが浮かび上がってるみたいな、視界で見るような感じなんですよね、起きてても何でも。で、ああなんかちょっと皆さん近いこと言ってても、ああそうなのかなと思って、で朝早くって変な名前でしょ、はっきり言って。小学校3年の時、鈴木先生っていう先生、これあの地元の先生だったんですけど、あこれはね、昔死骸の山って言ってね、そう、あの荻窪行くところのぶつかったお伊勢の森ってあってね、こんな何ていうのかな、霊堂みたいなのが蓮華寺ってとこがあるんですよ。でもう最近はそのお花祭りも盛大にやんないし、そういろんな配ったりなんか、そういうのも何もしないようになっちゃったんで、あんまりもう見なくなったんですけどね、そこのとこ供養塔みたいな的があるのがあってね、必ずなんかそこ行くとね、なんか夏とかなんかってやっぱりお経を唱えるようなね、こうして、で本屋のなんか工場があったんですけど、そこ泊まるって行くとね、必ずプワーンって線香を見まして、でまあそういうのが私たちオカルトのナレーションをちょっとそういうのが、その後の募集のでちょっとあの選ばれてちょっと行って、撮影もやったことあるんですけど、そうやっぱりこう変だなと思ったら、それは死骸の山って首を切って、その時はそれなんか3とか4とこうあの売ってた現場があるので、そこがなんか首切り状で処刑状で、それをそのまま沼のあのなんか六所川の方からが持ってったっていう、そういう話を聞いてて、でそこの横のところは鷺宮っていうのが古戦場なんてみたいな、ずーっとその鷺宮八幡のところ、ずーっと下がっていくと、ちょうどね、なんか一番この電話番号と一番違いで、そこを間違えてかけたら、なんかあのこうずっとつながる人がいるんですよね。でもその人の電話番号もないんです。
死んだようなもんだと口にしてて、でその人伊藤さんっていう人なんだけど、当時もうね、僕も音楽やってるし、あとサポスパースって言って全部アドリブなんか教えてくれてるからやってるからなって、それでこれカンパだったって言って、ちょっと記念日だったんですよね。そしたらそこ行くとね、必ずね、その人の名前のお墓があるで、いくら探してもその人いないのね。この人かな、この人かななんて言ってるんですよ。そのお墓に行き当たる、そのお墓の名前の人とかね。だからね、ちょっと朝早くそういう面があるし、で、あのね、酔っ払ったね、変なね、あれは私何を見てたのかなと思って、道行く手前に居酒屋さんで50年間ずっと、40年間ずっとやってる、大根屋さんって居酒屋さんがあるんですよ、ゲストさんのところにね。で、そこをずっとその言ってる公園の方に行くんだけれども、その公園の手前のところにいつもね、なんかね、こう酔った勢いで、八尺様かな、なんで、八尺様っていうのはもう3メートルくらいあるような、もうあのすごい人で、妖怪さんで、ね、それを見ると、なんかその人は死ぬとかっていう伝説があって、なんか、でも、春子は、うん、いまだに私はそういうの見たって言ったことないけれども、なんか、あのそれもビデオでちょっと見たから、あ、これかなと思って、背の高い人、それは私は男の人だったので、もう影みたいになって、ずーっと午前だって、微動だにしないんですよね。で、何を言っても動じないから、気持ちが悪いなぁなんて思ってたら、おまわりさんってどの人が気持ち悪いっていうのだったら、もういないよね、その段階で。で、サイレベ行くとね、すごいこんな武将様のこう兜っていうかね、そういうのをこうずーっとね、立ってて、その影だけがいる。必ず人はいないのね。そういうのを読むの。だからね、あ、ここってなんかこう、時代錯誤する場所なのかなと。やっぱり撮影隊の人がいて、前もその監督さんももうちょっといないんだけど、あの、キリストとかつったかな、なんか関係の関係の選手とで監督さんが見て、ここそうなんだよって、ここは昔ね、あの文献見るとこうなってるのかね、あの、ちょっと処刑所がちっちゃい、さすずの森ほどじゃないけど、あって、それを首切って、そのまま持ってった場所なんだなって、こんなの見てたら、ああ、じゃあここだなって。で、あの、夜の昼寝って阿佐ヶ谷に居酒屋ありますよね。で、多分イタコさん知ってると思うんだけど、阿佐ヶ谷のね、階段の時に、あの、篠本武蔵さんっていう人を知ってたんですよ。で、武蔵さんのなんか奥さんかなんかが、あの、駅の前の、まだあるか、あの中華料理なんで、あそこの前でね、なんかこう、声かけて、それで仲良くなったって言って、ね、話してたから。これ出たんですよ。そう。うん、多分メールで来ると思うんです。ツイッター入れようと思ったらね、ないからね、あれーってなくなっちゃったのかなぁ、うん、なんか最初の職で頭が浮かってる職種みたいな、この先生のせいでじゃあ、なんでこの先生多分ね、どうでしょうか。稲川さんの会談で、あの、うちちゃんって話ありましたけど、そんなことをして帰らない。あれも阿佐ヶ谷の話らしい。この間ね、阿佐ヶ谷か。あれこの間ね、知ってるミキちゃん。この間あの玉のライブで言ってました。あ、そうなんだ。大きな大きなこと言うんですよね。どこだか。もし暴走しちゃったよ。阿佐ヶ谷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 。で、そうね。って言いましたね。で、いとこはね、しかもね、あの話聞いたときに、俺ね、大体はその場所ね。結構行くわって言ってたんですよ。で、一緒にこの間頭行った時に阿佐ヶ谷があって言ってたんで、大体多分あそこだなっていう見解をつけて、そこなんかあるかも。いやー、どうなんですかね。まあ、ちょっと場所よく言われたら、まあ、って聞いてるんですけど、お墓のとこじゃない。いや、坂って言ってたよ。坂って言ってたよ。それでまた段になってっていう話をしたんですよ。中高地になった。さて、じゃあどうしましょうか。じゃあちょっと小ネタで、金縛り2台私がですね、20歳ぐらいの時に、まあ、よく金縛りに会ってたんですけど、その時に会う時のある種のパターンを、ね、まあ、普通に金縛りに会います。普通に言い方もあんなんですけどね。まず、まあ、腰とか、まあ、腹とか届くんですけど、このね、手をこう思いっきりこう取って、このところでこうやって押されてるような感じがするんですよ。別に見えないんですよね、手の位置とかは。だけど、あ、こういうふうに押してるなって思って、で、
しばらく経つと、ここ、まあ、例えば胸あたりだったり、うん、感覚があったとしたら、今度左の、ね、腰あたりももう一つしだす、つまり増える。でそれが、しばらくすると、今度また背中あたり。で、次は、例えば太ももあたりって感じです。しまいには、10本とか、そのぐらいの手の感触がね、どん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 増えてくる。で、初めはね、怖いとか、気持ち悪いなっていうような感覚があるんですけど、それずっと続いてくるときね、そういう感覚よりも、思うのは、くすぐったいっていう。でも本当にだからそういう感覚がすごく人に触られてるの。ああ、くすぐったいな、嫌だな、また始まったわ、もう早く終わってほしいわっていうような感覚を思いながらずっとそれを約束してたっていうところがありました。もう一つ、これはまあ随分前にあるネットの知り合いが書いてたことなんですけどね、これね、どう扱っていい話かどうかちょっと迷うんですけども、まあ、とりあえず、まあ、話しちゃおうかなと思うんですけどね、まあ、やっぱりその人、女性なんですけど、一人いるときに金縛りがあって、で、その金縛りって、目つぶった段階で金縛り合う人と、目開く段階で金縛り合う人と、目つぶって、でその開ける状態で金縛りに合う人といるんですよね、状況として。で、その人は目つぶってた。で、開こうと思えば開ける。だけど、すぐそばに、なんかものすごい威圧感というか、オーラというかね、なんかすごいものがいるっていうのを感じ取ってて、で、すごく怖い。見たら、すごい怖い思いをするんじゃないかということで、目を開けようか開けないか迷う。だけど、それがなかなか消えない。で、どうしようどうしようと思ってたんだけど、もうついに耐えきれない。目をパッと見開いて、そしたらそこにあるものがいて、自分の方をじっと見てた。これ何だと思う？普通の話、ね、髪の長い白い着物の女とか、生首とか、そういうパターンがほとんどです。どうしたら見たの？カラカサお化けだった。カラカサお化け、だからもう普通にカサ化けです。古いカラカサに目が一つついてて、下がベローンとついてて、あのカラカサがね、自分の方をじーっと前に見てて、パッと消えた。だから俺も書きましたよ。あ、いいもん見ましたねって言って。どこですか？どこだった？でも自分の普通の自宅だって言ってましたよ。東京？いや、どこだったな。ちょっと仕事は多分東京ですね。1回か。まあ、それだけの話なんですけど、でも、まあ、いいもんですよね、これね。いや、よくないよ。怖い、怖い。実際に見たらいいよ。あんなもん、実際見たら、腰向けるな。だけどね、あ、まあ、話としてちょっと面白い。話としてはね、面白いね。こんなこと聞きました。幽霊の怖くないでしょ。体が怖い。多分、あれ、実際見ても何やことは分かんない。分かんないでしょ。理解できないですね。名前では自己紹介してみましょうか。自己紹介してもらってですね、どうしようかな。まだまとめきれてないんで、もしかしたらたどたどしくなっちゃうかもしれないんですけど、いい話をしようと思います。いい話そんな構わなくて正座した方が、あら、ハードルがすごい高いな。そんな感じでいいね。職場の友達というか一緒にお仕事をしているですね、上野さんという方がいるんですけど、その人から聞いた話で、その方は女の方なんですけど、女性の方で、その人が子供の頃に一回だけ不思議な体験をしたことがあるっていうふうに言ってきたところからこの話は始まるんですけど、その上野さんの実家のその2、3軒隣だったかな、まあ、すごい近くにですね、めちゃくちゃちっちゃい神社があるんですって。もう鳥とそのお堂みたいな祠みたいな本殿と、まあ、そんぐらいしかないみたいな、まあ、あと手を洗うところですかね、まあ、簡単なやつしかないっていうちっちゃい神社があるんですって。で、その上野さんが子供の頃っていう
主さんっぽい人がいたっていう記憶はあるらしいんですよね。で、その秋になるとね、お祭りがあって、周辺の地元神社のみんなひっくるめたお祭りみたいになって、そうぞう人が来てたりしたんですけど、それがいつしか何年かして、聞いた話だと、後継者不足だとか、なんとかで、その専門でその神社にいるっていう、入れるっていう方がいなくなってしまったらしいんです。で、まあまあ、なんていうんですかね、その他のでっかい神社の神主さんが兼任みたいな形で、それ以降はなっていったらしいんですけど、その、いよいよいなくなるっていう、その日の晩に、夜、親と歩いてたら、そのあのお祭りの日の夜だったらしいんですけど、終わって歩いてたら、その神社のもう真っ暗なんですね、お祭り終わっちゃってるんで、その神社の真っ暗なはずなんですけど、ぼんやり光が灯ってるのが見えた。で、あれまだやってんのかなって思って、でただ敷地自体がすごいちっちゃいから、その出店とかも全然出ないですね。まあ、お祭りっていうか、なんか登りみたいなのはいっぱい立ってるけど、それぐらいの、そんな、まあ、そんなに盛り上がらないというか、まあ、簡単なお祭りだよっていう印だけの参加みたいな形だったらしいんですけど、でぼんやりと思ってなんか言うと、あれと思って、打ってみると、そのちっちゃいその敷地内のところに、ご座が敷いてあって、何人かがなんかやってるらしいんですよね。宴会みたいなことをやってる。で、と思って、あの両親に、あれ、お祭りまだやってるよって言ったら、いや、そんなことない、気のせい、気のせいって言われて、どうやら両親には見えてない。で、ぼんやりと思った中で、何人かの人の形をしたような影みたいなのがワイワイやってるっていうのを、横目に自分の家に帰っていったっていう記憶があるらしいんですね。で、それからですね、その上野さんには妹がいるんですけど、その妹が、お母が妊娠して妹が生まれるってことになったらしいんです。で、その実家なんておばあちゃんがいるんですけど、おばあちゃんがどうやらその妹が生まれる段になって、どうやらちょっと難産になりそうだって、すごい大変なことになりそうだっていうのが分かってきて、で、そうなった時におばあちゃん毎日毎日そのいなくなった神主さんがいなくなった神社に毎朝毎朝出かけてって、まあ、お願いをして、で、その狛犬だったりなんだってちっちゃいのとかそういうのを磨いたりっていうことを毎日毎日続けたらしいんです。そんでその甲斐あってというか、まあ、そういうことをしていったおかげなのかわかんないんですけど、妹さんは無事に生まれた。で、よかったよかったって話になったんですけど、おばあちゃんはずっとそれからもそのお祭りの時ぐらいしか神主さんが来ない、そのちっちゃい神社に毎朝毎朝出かけてって、同じようにお礼として狛犬を磨いてあげたり、枯れ葉を掃除してあげたりっていうのをずっと、もうそのおばあちゃんがもう歩けなくなるまでぐらいまで、年で歩けなくなるぐらいまでずっとやってたんですって。で、ちょっと前にそのおばあさんが亡くなったらしいんですね。で、その葬儀だったりなんだったりでいろいろあった時に、まあ、上野さん自身もけど、その時、まあ、ただ普通の葬儀の日ですよ。別に終わって何もかもが終わって、ああよかったよかった、これでおばあちゃんも天国に行けるねみたいな話をして一段落ついた時に、自宅からふっと窓から見てみると、その神社またぼんやり光ってるらしいんですよね。で、やっぱりなんかその時点でなんか予感みたいのがあったらしいんです。それが見えたわけでもないし、聞こえたわけでもないし、でも多分あの場所ではまた同じようにご座が敷いてあって、何人かの人がいて、その中には多分おばあちゃんがいると思って、で、まあそんだけの現象を見たっていうか、子供の頃不思議な体験をしたっていうことをずっと通い詰めて、来る日も来る日もお掃除をしてお礼をしていたおばあちゃんが行ってしまった日に、また同じように光が灯っているのを見たっていう、まあそのなんていうんですかね、見た現象っていうのはそれほどでもないようなお話なんですが、なんかちょっと心温まるような。いや、
はい、お話がありました。いや、っていただけることあるかな。なんか吉田会長に聞かせたんですよ。5時間かけて、ね、さあ、じゃあ5時になりましたね。一周終了にしますか。話あったね、最後ね、そういうの聞きたかった。ちょっと怖くない感じで書いた方がいいですね。でもそれあるおばあちゃんを書いてる。うわーって妖怪妖怪おばばくんまあまあよく来たよ。ええ話。ゆり子さんとか結構上とか気にしてるけど、そこにもなんか女の人が浮いてることがって言われたことあります。あーばーっと出てきてね。ここじゃない、こっち。あ、そっちそっちそっち。こっちはトイレから上にこうやって。さっきの光の話よ。ここも光よ。こっち、あ、こっちだけに近いよね。お笑いの顔みたいなのは、そこでコーヒーを飲んでる女の人がスーッと冷えてくるから。東京で神社とかある場合は、もうちょっと多いじゃないですか。なんかあったかもしれないなぐらい。ちょうどね、小田さんの上のあたりを、はい、サーチライトがこう当たりました。今の動画っていうのは動き回ってきたもんね。だんだん思いますけど、普通になんかそういう光が立ってるんですよ。2部ですか。2部ですよ。はい、じゃあそちらを受け付けます。あ、すごい、かっこいい。56番です。56番最後の、あの土下座の幽霊も聞いちゃいました。え、紙ちょうだい。ストリーバクバクって言ったよ。何も気にせず食ってんの。まあ、これはこれそうなんです。この後はまた今度夜の分が多いんだよなって。全部の人もらえないのは明日それも手前からになってあとはまあちょっと。
遅れてきたりとかいろいろするんですか。いやいや、まず、ちょっと。ほっとこない。